今年も名勝負が期待できるか、和産地北海道で行われる大一番。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。果たして何が行くのでありましょうか。マルターズアポジーが先手を取ります。そして外からはマイスタイル、これと一緒にアイトーン、差が開いて8番ネオリアリズム、そしてその後ろから10番スティフテリオ、その外11番ライトオブナイツ、それから6番クロコスミア、赤い帽子にご注目ください。これが一番人気の幕引きであります。16頭が第2コーナーに向かいます。モズカッチャンがその後ろ、そしてそのうちに7番ゴーフザサミット、12番サウンズオブアース、外から行こうというところ、アストラエンブレム、サクラアンプルールが並んでいっています。そのうちサングレーザー、それからもう1頭14番ミッキースワロー、すでに 1000m の標識は通過、まずまずのペースといったところ。この辺りちょっと離れている13番鈴鹿デビアス、流れるようにレースが展開されています。順位が入れ替わっておりまして、先頭はマイスタイルであります。その外からは16番アイトーン、マルターズアポジー、それから8番ネオリアリズム、そして5番手に10番スティフフェリオであります。15番モズカッチャン、差を詰めていく。大歓声が上がる札幌競馬場、大歓声が上がる札幌競馬場。マカヒキ直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はモズカッチャンが一馬身リード、ネオリアリズムが内からかわすか、粘っているモズカッチャン、ムチが飛んでいるネオリアリズム、外を通ってサングレーザー、モズカッチャンかサングレーザーか、わずかに外か。15番、3着、8番、以上のように確定しました。